高円寺に行ってきました。甲州市場というワンタン専門店、ワンタンが僕大好きなんですよね実は。で、お腹も割とお腹いっぱいだったので、ワンタン麺じゃなくてワンタンだけでもいいかということで言うと、OK だったので、四川辛味ワンタンというのを言ってみました初めて。こうしたらこれがパクチー乗っております。大好物のパクチーです。でなかなかのボリュームで410円ですね。これでまあビールを、まあ、ちょっと、我慢してたんですけど、お昼だったので、いやこれは美味しかったです。ここのワンタン麺も大好きなので、もう、高円寺の駅前にあります。おすすめでございます。ありがとうございます。それではまた明日です。